こんにちはサードラです今回はモンスターハンターナウにおいて状態異常関係の不具合が発表されたんですけどもこの内容っていうのが武器によってはもう完全にねその武器のナーフに関わってくるような内容になっていますのでそちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います早速内容を見ていくんですがこちらですね 資料中モンスターに状態異常が発動した際、再度同じ状態異常が想定よりも発動しやすくなっているっていうことで今回不具合がね発表されていまして、まあ、これは簡単に言うとまあ、今回毒でね例えて言うんですけども、毒だとまあ、1回目のね毒を入れた時に2回目の毒っていうのが想定よりもね入りやすくなってしまっているっていうのが今回不具合としてね発表されています。で次に不具合の詳細を見ていくんですが、資料中にモンスターに状態異常が発動した際、2回目以降の状態異常がそう。 想定よりり早く発動すする場合がありますで、まあ、これはね、先ほどお話しした通りですね、まあ、2回目以降の状態異常が想定していたよりも早くね、入ってしまいますよっていうのが不具合として認定されていまして、例として、モンスターに対して毒の状態異常が発動した際、想定より2回目以降の毒の状態異常が発動しやすくなる場合がありますっていうことで、ここの文章が結構ね、わかりづらいんですよね。っていうのも、ここが指している内容っていうのが2つね、考えられまして、まあ、両方とも過去にこちらの動画でご ご紹介をさせていただいたただんですけども1つ目が2回目のね毒の耐性値っていうのを切らすことなくずっとね毒をループさせれば、まあ、3回目4回目5回目っていう感じで毒をね上書きした場合は耐性値が上がりませんっていうね可能性もあるんですけどもただここの文章が2回目以降の状態異常ということで書いてあるので。 2回目以降って2回目を含めるんですよ。で、まあ、これもね、過去の動画で解説させていただいたんですけども、2回目の毒には耐性値の維持っていうのは影響しないんですよね。まあ、ちゃんと1回目から2回目の毒に対しては耐性値が2倍に上がって、3回目から維持をしますよっていうのがね、まあ、元々の使用というか、まあ、多分これが不具合扱いになってそうなんですけど、 っっててていいうものになっていましてそのことを指すのであれば2回目はね、ちゃんと耐性値が上がるので3回目以降の状態以上の耐性値が上がらないっていうふうに書かないといけないんじゃないかなとは思うんですけど一応ね、ここ2回目以降って書いてあるのでもう一つ考えられるのが2回目に影響するっていうのは1回目毒とか状態以上付与した時にその状態以上の発動中ですね例えば毒だったらスリップダメージが入っている時間があると思うんですけども、まあ、その時間中にも状態以上武器で攻撃をすると、まあ、その状態以上の蓄積 基地っていうのを蓄積することができるんですけどもそこは1回目から2回目に対しても影響している内容なんですよね。なので ここがもし2回目以降っていう文章をそのまま受け取るのであれば、まあ状態異常中の状態異常値の蓄積ですね。っていうのが不具合という認定になる可能性もありますし、まあこれがナイアンさんがそんなにね深く考えてなくて、もう2回目以降っていうのに3回目とか4回目のね、意図っていうことで入れているのであれば、まあ毒をね、上書きしてずっとね、ループさせている場合は、耐性値が増加しないっていうのを不具合っていう認定でね、今回入れてくるのかなとは思います。まあ個人的には、モンスターが状態異常になっている間に、状態異常蓄積、 基地が蓄積しなくなってしまうとまあ、全てのね状態異常武器に影響が出てくるんですけども毒をループしている間は毒の耐性値が上がらないという方をね不具合として修正するんであればまあ、それが可能な武器ですね今だったらリオレイヤーの弓とかまあ、プケプケの弓とかまあ、その辺りぐらいにしか影響が出ないという内容になっているのでまあ、ここはねただ実装されてみないと何とも言えないんじゃないかなとは思いますまあ、個人的にはね耐性値が上がらないという方が不具合っぽくはあるのでまあ、毒をねずっと上書きし続ける場合は 同じね、毒の蓄積値で、まあ、状態上にできるっていう方を不具合認定として、状態上中の蓄積はね、残してくれる可能性はあるんじゃないかなとは思ってます。まあ、これはね、ただ実際にちょっと実装されてみないと、これ、どっちにもね、取れそうな文章なので、まあ、ちょっとね、難しいところではありますね。で、ステータスに関しては修正中となりまして、修正完了後、資料中に2回以上を同じ状態上が発動する場合、2回目以降の状態上が発動するまでは、1回目より時間がかかりますっていうことなので、まあ、ここもね、 2回以上なんで2回目を含めた書き方なんですよねまあ、なのでここのね2回目の毒に影響するんだったら 状態上中の蓄積の話になってくるので、まあ、これはね、本当に実装を待つ感じになるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、これに関しては、本当に捉え方がね、いろんな角度で捉えることができる文章にちょっとね、なってしまっているので、まあ、僕の予想としては、耐性値の維持ですね、ずっと状態上をループしている間、耐性値が上がらないっていう方を、ま、不具合認定して、状態上中の蓄積は残してくれるんじゃないかなと思っているんですけども、ここに関してはね、まあ、皆さんの考えもあれば、ぜひね、コメント欄で書いていただけると嬉しいです。まあ、ただ、 点で一つだけ言えるのは今回のこれがね不具合認定されたことによって修正された場合はまあその耐性値の維持のパターンが不具合だったとしてもまあ状態異常中の蓄積が不具合だったっていうのはどっちのねパターンで転んだとしても今ねできているようなイビル状でずっと毒をループさせてまあ毒ダメージでね倒すみたいなことはどっちのね修正でもできなくなりますのでまあ現状状態異常武器を強化している方に関しては一旦その強化するのは止めていただいてまあこのね修正がどういう風に転ぶかを見てから 状態上武器をね、鍛えるかどうかっていうのは決めていただけるといいのかなと思います。で、あと、今回の件に関してですね、まあ僕が個人的に思うのは、この仕様ですね、っていうかまあ今回不具合として認定されちゃったんですけど、まあこの毒のシステムっていうのは、もともとリリース時からずっとあったものだと思うんですよ。で、それをなんか最近ね、結構注目されたからって言って、まあ修正をね、するみたいな感じの流れに見えるので、まあ正直こういう感じの修正の仕方をするのであれば、 まあ例えばじゃあその毒のループができるっていうのに魅力を感じてもちろんリオレイヤーの弓とかね毒の弓とかまあ他の武器とかねまあ強化をした方ももちろんいると思いますしまあ闇打ち状態以上の価値も全然変わってきますよね闇打ち状態以上をつけるとループできるからついついヤックの防具を作ったとかまあそういった方もねたくさんいらっしゃると思いますでそれに対して元々あるシステムを不具合でしたっていう感じで直すのであればまあそれにね魅力を感じて武器とか防具を作ったユーザーに対してもねまあ何かしらの補填というか、まあ まあ、例えば武器の巻き戻しですね。リオレイヤーとかの武器を10の5まで鍛えてる人だったら、流局のかけら90個とかね、まあ、ーも40万以上使ってるわけなので、それを、まあ、今回のね、毒ループができないのであれば、そもそも作っていなかったっていう方に向けては、まあ、武器の解体チケットみたいな感じで、まあ、一旦ね、素材をバックできるような機能を実装してあげないと、ナイアンティックさんってこれが多いんですよね。もともと最初からこういう機能だったのに、急にみんなが使い出してから、いや、不具合でしたよ、みたいなことが多すぎるので、そのあたりのね、対応もちょっとて 考えた方が個人的にははねいいいいんじゃないかなかとは思います、まあ、もちろんこれもね、賛否はあると思うので、僕のね、あくまで個人的な考えなんですけども、まあ、モンハンナウに関しては、例えば直近だとリオレースアッシュですね、のため1で打った後にジャスト回避して最大ために移行できるとか、まあ、そういったのも、もともとリリース初期からあったのに、まあ、やっぱり不甲でしたよ、みたいなやり方をしていますので、まあ、今後もね、多分これ多いと思うんですよ。なので、まあ、そういった時の対応として、そういうね、まあ、何かしらをユーザーに向けてやってくれると、 ま不満っていいいうのははね減るんじゃないかなかとは思いますでしかも、今回みたいな不具合の修正ですね、っていうのがまかり通ってしまうと、例えば、クロディア弓ですね、わかりやすいと思うんですけど、あれとかも、タメ3でタメ4と同じ火力を出せるんですよね。それも不具合でしたって言われてもね、まあ、何も言えなくなっちゃうんですよ。で、それで、ね、まあ、不具合だったからダメージ下げますよとかってこともなりかねないので、まあ、結構ね、こういった武器に関するナーフになってくるような不具合っていうのは、ちょっと慎重にね、何かしら対応はね、してほしいな とは思いますこれはね、本当にもうただの個人の意見なので、まあ、皆さんもね、なんか考えがあればコメント欄とかで書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。これからももンンう反応の動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ